2008年3月19日、2001年宇宙の旅の原作者であるアーサー・C・クラークが亡くなったというニュースが報道されました。謹んで冥福をお祈りしたいと思いますけれども、2001年宇宙の旅、この機会にご紹介しておきたいと思います。言わずと知れたキューブリックの名作です。この作品の凄さというのは主にやっぱりキューブリックの演出力にあるとは思います。僕すごく印象に残ってるのは、宇宙食を食べるんですよね。なんかパンナムみたいな飛行機に乗ってて、で、宇宙飛行士がですね、なんかこう固形の何かを食べたり、こうストローをこうでなんか飲んだりするんですけど、あれがすごく僕は印象的で、あとテレビ電話をするシーンとかあるんですけどね、なんか、そういうディテールのリアリティみたいなのがあったり、ぐるぐる回るこうところ走ってるんですよね。なんかジョギングを、宇宙空間だから筋肉がね、萎縮していくと思うんで、ぐる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 走ってると、その走るためにそういう構造になってるのか分かりませんけど、実際セットがこうガーッと回転してこう撮影したらしいんですけどね。なんかああいう部分のリアリティをこうやりながら走っていくみたいな、僕は結構ね、そういう細かいディテールに先進宇宙の旅は印象に残ってます。まだの方はもうあんまりいないかもしれませんけれども、でもそういう細かいディテールもね、難解な映画と言われてますけども、ディテールを見るのもすごく楽しいので、一度見てみてはいかがでしょうか。それでは、今日はアーサー・C・クラークを偲んで2001年宇宙の旅の予告編をどうぞ。